後攻め7番の岡崎は8番手、まだ体勢変わらず。さあここで渡辺が上がります。北日本、高橋と大崎、後方からは岡島と北浦。さあジャンデ、先行争いはアウトコースから岡島が抑えていく。2番手に北浦と抜け出して7番4番近畿の2人、渡辺は3番手、渡辺に高橋、そして大崎、北日本が中段。9番の吉野、1番の網谷、四国勢、後方に2番の廣田と最後尾、6番の永田。さあ3番手からまくるのは渡辺がまくっていく。しかしちょっと車が伸びない。高橋が自力でいった。高橋、大崎がマークしてまくりきった。高橋が自力でまくりきって、5番の大崎がマーク。4コーナーから直線コースに戻ってくる。高橋先頭、大崎が差し込んできて、大崎、高橋、外から吉野、5番、3番、9番。さあホームに帰ってきて残り2周で笠松が上がります。先行タイプの笠松、前で受けている西作を抑えていったのは笠松です。西作は引きました。5番の柴田は中段中段か。西作は7番手まで下げます。さあ打掌で笠松先行態勢、ピッチを上げていきます。長岡2番手、3番手亀井、関東3人が前段。中段キープは5番の柴田、一方の西迫の方は後方7番手。さあぐんとピッチを上げて笠松が逃げる。2番手に長岡、3番手亀井、中段から柴田、後方から西迫あたりまくっていけるかどうか。中段からは柴田、後方からは西迫のまくりが飛んでくる。さあ笠松が逃げる、まくってきた柴田、柴田がまくりきって後ろがちょっと切れた。4コーナー回ってくる、柴田まくりきって、2着争いは2番の長岡、5番、2番か。赤番通過。石坂が一旦前伺ってきます。山根と桜井がマークして、インコース、高瀬、南雲の埼玉、東京勢、榊田がもう一度上がって、2コーナーからバック。榊田が抑えて、石坂が粘るような形でインコース、アウトコース、鈴木と並走です。さあ番手勝負に出るのは石坂。榊田の後ろ、石坂が競っていく。アウトコース、鈴木と競り合い。3番手も山根と小林、2番手、3番手並走、4番の桜井といって、後方からは1番の高瀬。さあピッチを上げる榊田。番手戦は石坂がインコース、アウトコースが鈴木、競った2人が少し離れ気味。後ろから高瀬と南雲がまくってきている。榊田の後ろ、車間が空いた。さあ先行する榊田、後ろをぶっちぎっている。9番の榊田、1番の高瀬、4番の桜井。さあその今野が上がって赤番、合わせる浦野か今野か、前を伺ってきます。8番浦野、その外から7番の今野。前受けの新井は中段まで下がっています。そのアウトコースに1番の小矢田。さあジャンで抑えたのは今野。丹波2番手、浦野は3番手付近、ちょっと内に包まれている。アウトを1番の小矢田と並走。さあ番手まで上がった浦野、2番手で勝負するのかどうか。今野先行態勢、その後ろで8番の浦野が粘る展開。アウトコースを5番の丹波と並走、3番手2番の桜井、後方から新井がまくって出る。新井のまくり、9番の佐藤、6番の江崎、まくりきった。今野の先行、まくりきった3番の新井、後ろちょっと9番の佐藤、車間が空いて、ぶっちぎったのは3番の新井、鮮やかなまくりを決めた3番新井、後ろ9番の佐藤でしょうか。赤番の方も通過していきます。さあ後攻めの野口が上がっていきます。野口、沼田、南関東の3人、少し1番の丸山が牽制をかけて、6番の橋本が抑えます。2コーナーからバックで、さあ打掌で駆け上がっていって、丸山か、あるいは野口か。先手争いは野口がアウトコースを抑え込んでいく。沼田、丸山は引いて3番手か。ラスト400、最終選考は野口が取って、沼田が2番手、
丸山が3番手からサイドまくれるかどうか。後ろに地元の武田と4番の田中がついている。後方6番の橋本、あるいは後方から8番の富安あたりがまくるが、さあ野口が逃げる、沼田が2番手、丸山3番手で最終コーナーを回ってくる。野口がもがく、懸命に逃げる、沼田が差し込んできて、最後は沼田がかわしてゴール。飯塚が中段付近伺ってさらに前行きます。多少の周回1コーナー、小原は早めに後ろに下げています。今度は5番の橋本、入れ替わり立ち替わりですけれども、橋本がさあ打掌で抑えて、かなりが2番手、池野3番手、4番手に中曽、4番7番と続いて8番の飯塚、3番の高木、九州勢中段。さあ9番地元の小原は7番手からの巻き返し、1番の佐藤が切れた、短期で上がっていく9番の小原、現在4番手付近アウトコース。さあ逃げるのは橋本、2番手にかなり、3番手から池野もまくっていく、池野のまくりに乗るような形になった小原、橋本が逃げる、まくり切ったのは池野、池野がまくり切って小原が追走して最終4コーナーを回ってくる。池野先頭だ、池野、小原が差し込んできて、池野、小原、そしてかなり、4番、9番、2番。4コーナーを回ってくると残り2周、さあ相川上昇です。相川が上がって1番の筒井の横で少し一旦ここでプレッシャーをかける形、相川がアウトコース、インコースに筒井と並走です。中段アウト並走から、さあ相川が上がるか、前で受けているのは2頭、相川上昇です。2頭はさあ上げます。2番手に稲村、3番手飯島と関東3人抜け出してラスト400を切る。先行体制は相川、稲村が2番手、3番手飯島、中段から2頭、後方に置かれている筒井は7番手、まだ1列の体制で2コーナーからバック。さあぐんぐんと相川が逃げる、7番手から筒井がまくっていく、筒井のまくり、逃げる相川、2番手稲村、まくり迫って筒井で最終4コーナー、相川先頭だ、筒井か、筒井がまくり切って7番の中野か2番の稲村か。赤番で最左子が上がります。最左子増田、この動きに6番の谷田、9番の阿部も乗るような形でアウトコース4人です。矢口を抑え込んでアウト並走に持ち込んで3番の最左子です。前で受けている小橋、多少最左子が上がります。増田、真受けから小橋は引いて3番手付近、6番の谷田、3番手4番手が並走になった。1番の矢口は後方からの巻き返し、さあ最左子、後方から一気に上がってくるのは矢口、矢口、白戸、伊藤、難関勢上がっていく、逃げる最左子を、さあ矢口まくり切るかどうか、並んできた、まくり切ったか、しかし最左子までインコース粘っている、最左子インコース粘る、1番の矢口、4番の増田、4コーナー直線、最左子先頭だ、最左子先頭、最左子粘った、後ろは4番5番9番と3人並んでゴール。残り2周のホームを通過、前受け戸田が少し突っ張るが、しかし伊藤が抑えます。佐藤が2番手、九州勢が乗り換えて7番の野田、現在3番手、5番山口と続いて3番松本です。後ろから4番の斉藤が内をすくって上がってきます。スルスルと斉藤が3番手付近さばきに行きます。打掌4コーナー、伊藤先行体制、さあ1番の戸田は現在7番手、400を切ってくる、伊藤が逃げる、佐藤が2番手回り、3番手さばいているのは4番の斉藤、中段から7番の野田まくれるか、あるいは後方7番手の戸田がまくっていく、中段からは野田もまくる、さあ伊藤が逃げる、伊藤逃げる、まくり迫ってくる野田が並んできた、まくり切ったか、4コーナー直線コース、野田が後ろをちぎっている、7番の野田、5番山口、2番の佐藤。ホームに帰ってきて残りは2周、
関が現在2番手、その外を上がっていって坂本、地元勢インコース下げます。代わって先行体制は坂本、2番手に大崎、3番手に平沼、北日本3名前段、6番の富岩中段です。2番の上田、9番の吉村、さあ鈴木健太郎は現在7番手、ピッチを上げていく坂本、最終回に入った坂本が逃げる、大崎続いて3番手に平沼、中段から2番の上田あたりが湧いていく、後方から1番の鈴木、さあバックを通過、坂本が逃げる、まくっていく上田、その外を鈴木と関も上がっていく、地元勢まくりきれるかどうか、4コーナー先頭に変わった鈴木、鈴木先頭、関が詰めるが鈴木、そして吉村関か、9番の吉澤現在まだ後方の位置、残り2周です。さあ先に大竹が上がります。大竹、式を近畿の2人、一旦吉澤のところで抑える形、3番手から今度は桜井も前を伺って、桜井が一旦切ってそこを大竹が上がります。吉澤も追走する形からダッシュ3コーナー、大竹が前に行く、吉澤と牛山も駆け上がってくる、4コーナーから直線、大竹か吉澤か、先行争いから一気に抑え込んでいったのは地元勢、吉澤と牛山が2番手をキープ、叩かれた4番の大竹3番手、7番の四季を、6番の桜井が中段から、後方からさあ松浦が巻いていく、松浦と池田、逃げる吉澤、2番手に牛山、3番手から大竹で直線コース、吉澤先頭だ、吉澤先頭、牛山が差し切ったかどうか、3番の牛山が差したか、9番の吉澤が粘ったか。